ささ、はい、さてく、えー、んんんよろししお願いします、えー、さんこんにちは、えー、4大陸の代表選考についてですが以前は3番手だけ世界選手権と違うケースもありましたね、えー、今年の選考を見ると若手の有力選手に経験を積ませる、えー、ポイントの獲得という、えー、ステレンの、えー、方針なん,でなんでしょうね、えー、あと男子は全日本では表彰台に届かなかったけど えー、グランプリファイナルに進んだしゅん,くん、君、カオ君の成績も考慮しての四大陸発見となったのかなと思いました。えー、二人と、えー、女子の千葉萌音ちゃんは、えー、メダルの獲得したんで、えーと、トスケレンとしては選考に間違いはなかったと言いたいのでしょうね。次のオリンピックを見据えての方針ですよね。 以前、ジャンプの飛び方の話題,話題があったと思うんですが、友野くんが雑誌のインタビューで、駿くんやカオくんのジャンプの飛び方は、次世代の飛び方という言い方をしていました。二人を比べるとまた微妙に違うのかなと思いますが、カオくんはトップスピードで飛んでいって、飛って飛距人があるジャンプ。 結構力強く見えます。シュン君もえスピードはそれほど落ちないんですが、ふわっと軽いジャンプですよね。え3回転は特に軽いですね。うん。そして、村コーチが乗ってステラータの練習の時に、え内村航平さんにジャンプを飛ぶと時の、えー、体のひねり方を説明している動画をインスタグラムにシェアされていました。え羽生君はいるのが、いるのかどうか見えませんが、他の 出演者の方もいて、内村さんが体操のひねり方とは違うと言っていました。ちょっと音声が聞き取りにくいですが、興味深い動画です。おそういう動画があるんですね。なるほど、うんえーと。ジャンプのコンパクトさ。まあ、あの三浦佳生選手、佐藤俊選手のジャンプは、本当にこう、まあコンパクトですよね。うん。なんていうんだろう。上がってから、なんていうんだろう。こうくるくる キュッっていうね感じで本当にもうキュッって回っちゃうのでトリプルしたのかなって一瞬思ってしまうくらいコンパクトなジャンプかなって僕は感じましたうん次世,次世代のジャンプっていう感じが確かにしますねうんあのどういう風に教わったのかなっていうね感じもちょっとしますけど鍵山優真選手も少し近いのかなでも鍵山くんそうですねうんなんでまあ 世代,世代的な次の世代の飛び方なのかなってまあ確かにねこれわかる気もしますけどねうんなんか面白いですねうん。 えっと、草田で24さんどうもです。えー、サラカレ様の速報、ISU 本当ですかえー、5月か10月って間があるな。うん。えー、5月にできないのか。えー、ロシアを復帰させる方になるんでしょうね。早くしてほしいけど、個人的にはフィギュア界がロシア不在でも、すごくいい感じに進んでいるんで、複雑になります。えー、コリアく君、リーザ様、トゥルソバちゃん、えー、好きな選手がいるから見たいですが。いや僕もね、正直結構好きなんですよ。 うん、ただね、ま、あいろんな問題があるんで、ちょっと先にそっちを解決するべきなんじゃないかなっていう感じはします。うん。あのー、やっぱりね、レベルは高いし、うん、結構新しいものをね、うん、やっぱやって、戦闘的な感じもするんで。ただ、あの、全体的な世界ムード的には、本当に今のフィギュアが温かい、温かい感じもするんで、うん、他の国にしてみたら、 あれなんまあね、全然、まあ楽しい、今の段階でも楽しいんですけど、ただまあ,あの、やっぱりフィギュア界の人気が、まあ、ロシアがいなくなってしまったことによって、特に欧州のあたりがね、ちょっと、うーん、まあどう、どうなのかなっていう感じになってるんで、まあそういう方針になっていくんですかね、ちょっと全然分かりませんけどもね、うーん、まあ、収益的なところで、やっぱりロシアがいないとまずいっていうのもあるんですかね。うん あの最近、アーニャの演技見たんですよ、僕、エキシビジョンで。彼女、エキシビジョンで相性か。うん。あのー、ちょっとレベルが下がった気がします。あの、キャンドルスピンもやってなかったし。うん。ね、トゥルソワ選手、最近見てないです、全然。うん。はい。 風呂敷からからさん、よろしくお願いします。おはようございます。えー、グランクラスの動画など、えー、選手のインスタで見ました。2便に分けてて、分けてみたいで、あの、羽生さんは外国のスケーターの中でに、中にいましたね。うん、えっと えー、ライブを見ましたが、羽生さんバナーだけではなく、いろんな方のスケーターのバナーがあって、えー、誰にも歓声があり、ワールドのように温かい会場でした。うん。えー、選手たちもなんかよく楽しそうでしたね。あの、これ、欧州公演だと思うんですよね。なんか、とてもなんか、愛があるような気がしましたね。うん。あの、コメントを見てても、ね今回はそういう感じがとても伝わってきましたよ。うん。 なみなみさん、でもその前に北京団体戦のメダルかやそうそう、本当なんですよね、本当に。うて、ん、えー、てか、北京団体戦のメダルっていつ来るんですかね、あのところで、うん、あのー、ねあのー、本当ですよね、メダルの話はどこ行っちゃったのかっていう、一生来ないっていうわけじゃないですよね、まさかね、うん、いや、ほ,ほ,ほんとその通りなんですよね、その通りなんですよ、うん。 はいえっと、様おはようございますえ先ほどテレビでスターズ・オン・バイス横浜公園がちらっとあり我が推しメンの宇野昌磨君もありましたえワイルドなえタトゥー風 T シャツは女の子少し人形いろいろにぎやかで不思議な方のえ T シャツで 野生的、情熱的な自信を持ってお届け見せられる。うん。プログラムだと。トリプルアクセルも決めたらしく、徐々に足が回復に向かっているのかな。まだまだ国別もあるから無理しないでしかな、しかし、えー、少し上げながら頑張っているな。うん、えー。今日から世間は新学期が始まったり、えー、始業式、また高校の入学式が、学校により来週までに次々に、えー、中学校や中学校も入学式がそろそろで、親子ともに忙しいですよ。 えそんなこんなでなかなか見たいけど、見に行けないアイスショー。3月4月は何かとイベントや宿題に、スポーツも大変です。では、今日も仕事に行ってきます。私も新しい気持ちになってみよう。と新しい気持ち。えー、なんか新しいことしますかね。うん。新しい気持ちね。 はいということなんですよね。うんまあ、とりあえず宇野選手は、まあ、トリプルアクセルもそうでやってるんで、まあ、でもちょっと心配ではありますよね。うんはいまあ、あの新しい気持ち。新しい気持ちね。うん、うなってんの新しい気持ちになってるのかなあんまなってないですね、僕はね、うんえー。やっちゃんちゃんさん、どうもです、えー。しゅうまくん、トリプルアクセル入れてきましたね。えー、疲れているだろう,どうに キレッキレなグレースピーでした。ちょっとネガティブになっていたんで嬉しかったです。うん。で、最近ね、ちょっとネガティブムードになってましたよね。うん。まあ、僕もね、さ、でもちょっとね、晴れてきたかなっていう感じはするんですけど、ね、でも宇野選手ね、キレッキレになってきたということなんで、ま、あ調子も上がってきたのかな。モチベーションとかも含めてね。うん。まあ、そんな気もするんですけど、うん。 えっと、ワイム様、よろしくお願いします。えロシアに関しても、戦争もさることながらえ、ドーピング問題もしっかり解決してから戻ってきてほしいと思います。え戦争のせいで、そっちが忘れられ,忘れ,られ,て,られてる気がする、うんえ。前にも書きましたが、男子に関しては世界選手権、旧ソ連のえ国にえ、ロシアから移籍している選手が何人かいました。うん。江ゼリさんも来ていたし、こ虎視淡々と国際舞台復帰を狙ってるんだなって思った。いや、本当ですよね。あの 戦争とドーピング、うん、あの正直選手に関してはドーピング問題の方がちょっと肝心なのかなっていうふうに思うんですよね。肝心っていうかそのね、えーまあ、平等に戦うためにはやっぱオリンピックに出るためには非常に必要な要素になって,要素になってくるんですよね、うん。だからもうお金がその収益の部分で稼げないっていうところでロシアを呼ぶっていうことですかね。 まあそういうふうな気もするんですけどちょっとわかんないですよねうんはいまあとりあえず本当にその通りでドーピング問題しっかり解決して、えー、メダルがまずはみ他の国もしっかりと渡さなければいけないあの他の国っていうかね団体戦のメダルうんって僕は思うんですけどねうん複雑になってくるんですけどもえイルーさんよろしくお願いします シュマク、足が治ってきてる。うん。来週の国別で、えー、日本上位、高確率ですね。あもう来週なんですね。あっという間でペアも上位し、世界選手権でシュマ負傷中、えー。これ以上できない演技でまとめていましたが、えーあ、これ以上できない演技でまとめていましたが、国別で目当てレメンターをあと1回見れるんだった。えー、コンボしやすく、えー、1小節を増やしたのに単発だったからね。うん、うん。これね、1小節を増やした。うん。 気づかなかったですね、これね。で、かおちゃんも、しょうまくんも、勝負を分けたさすがのコンボと言われてるけど、かなり考えながら飛んでる。えー、しょうまくんだから、も、だから、だからもしリピートで下がったとしたら、えー、最後のアクセル、もう一個をつけていたと思う。えー、限界でも、えー、しょうまくんは絶対にね。えー、かおちゃんのキスクラは相変わらず中野先生が厳しくてグッとくる。えー、泣いてごまかせあ、確かに、確かに。うん、うん。 ごまかさないね応援してる子にいるみんなが悲しいと以前はロシアが戻,戻ってきてもとおっしゃってました。現状をちゃんと見てますね。レベル上げ頑張。うん。あそうですねレベル上げね。うん。中野先生ね、確かにごまかせないですね。うん。あの現状をちゃんと見てるというか、あの、ロシアがいないから、 勝ったっていうふうにあの思われてはいけませんよ的なオーラが伝わってきます。非常にね。うん。とかなんかね、そういったところがあると思うんですよね。中野先生ね。うん。ねえ。あの、まあ、ぶっちゃけ、あの、坂本花織選手は、ワリエワがいてもね、オリンピックで3位取りましたからね。うん。いやねあの時はドーピング問題もあって、いろいろとごちゃごちゃになってはいたんですけどもね。うん。あの、ねえ、 ロシアが戻ってきても、日本が勝てるような、そういった時代がね、来てほしいですね、うん。でも、あの島田もーちゃんとかね。あの、やっぱり四回転トリプルアクセル実装してますし、で、中井亜美さんもね、トリプルアクセル。えー、渡辺凛子さんもそうですけども、あの、やはり、まあ、四回転ね。まあ、レベルがすごい高い話ではあるんですけどもね。うん、やはり、こう。ただ、ロシアの最近、状況が僕、よくわかんないので。 で以前よりは少しレベルが下がったんですかね、4回転ループであったりとかもなんかね、そうそう、だからペトロシャン選手が強いっていう話はありますけど、ちょっと状況が全然わかんないんで、うん、ちょっとこの夏復習しようか、なとフ、ロシアのねグランプリなんか復習して、ね、一体ですね。うん そして、えー、とグ,レスピグレートスピリットは、えー、地上を飲みなけるエネルギーを体現していますね、えー、タトゥー衣装に民族の人形がひそかに可愛いです、えー、カメラマンの静止画ですごい動きをしているんだなといつも驚いています o n e p i e c e o n w i は、えー、近代一少年のように、えー、代々継が、えー、れていくと面白いですね1代目は書目、えー、な丸代目はカオ君とかもちろん 1>, 1回きりのショーでも大歓迎です。えー、そういえば、カオ君は新横浜のスケート場も練習拠点の一つですよね。えー、乃木坂のさくらさんもそこ,はあそこが拠点だったそうです。えー、学校は、えー、別だけど、うん、ということです。あの、カオ君ね、なんかそうらしいですね。うん、新横浜の委員会僕行ったことないんで、全然ちょっとわかんないんですけども、なんかすぐに文ミさんとか荒川さんも以前は練習をされていたところだと思いますね。あの、プリンス・ なんとかっていうね、プリンスホテルか。うん。みたいなね、ね感じでなんか紹介された気がするんですけどね。うん。そして、えっと、宇野選手のタ,タトゥーの衣装に、民族の人形なんかあったんですね。これは あの、ちょっと分かんなかったです。なるほど。うん。はい。っていう近代少年のようにね、ワンピース、オンワイス。で、これはね、まずは1回目をまず見ていくっていう感じで、これからね、まあどうなっていくのか。でも、アイスショー増えていってますね。うん。まあ、どんどん増えていくのかなっていう感じで、ね、プロの世界も、が、どんどん賑やかになってきてるのかっていう、そういった感じしますよ。うん。僕はすごくいい傾向なのかなって。現役もプロも、まあ、とてもね、あの、うん。 はいいそししして 1915T さんよろしくお願いしますロシア選手の復帰はちょっと待ってっていう感じです、えー。もろもろの問題が解決していないし、メダルもまだもらえていない中であり得る、えー。これで復帰しちゃったら結局、うやむやなままで終わってしまう気がしてならないです。えー、選手個人個人に罪はないけれど、国としての問題解決が先、そっちを優先してほしいです。いや本本当なんですよねあのもし日本が 戦争を他の国に仕掛けてた場合、絶対に日本の場合許されないと思うんですよ。うん。ただ、ロシアの場合は許されてるというか、なんかこう甘いなっていう感じがあるんですよね。これ一体何なんだろうっていう感じがしますよね。うん。なんか全体的にロシア甘いなっていうね、感じがある。やっぱり、 あのー、あれですかね、国際的にはそうしていかないといけないっていう感じなのかな、ちょっとよく分かりませんからね。うん。まあ、とりあえず、さっきも言ったように、メダルをまず渡すこと、そして、ドーピング問題を片付けなければいけないんですが、なんか、やっぱ収益の問題なんですかね。うん、ロシアがいないと、やっぱり収益取れませんよねっていう感じで、圧力がかかってるんですかね。 うん、そういうふうにちょっと勘ぐっちゃいますけど、ちょっとうやむやになっちゃってるんで、まずはメダルを渡すということになると、他の国がアクセプトしてこないと思うんですよね。例えばアメリカとかなんて、多分怒りまくってると思うんで、おそらくあの拍手をそれこそもらえなかったりとか、ことの世界選手権は結構温かい雰囲気もありましたが、結構なんかバッシングとかね、うん。 いけないことではあるんですが、飛んでいきたいとかね、あると思うんですよね。拍手しなかったりとかね。うん。あとは嫌がらせで、ね、あの、その時の退席したりとかね、お客さんがね、うん。ありえると思うんですよね。だから、なんか、そういったムードになっちゃうんで、まずは解決しないといけない気はするんですよね。うん。そうしないと両、両選手ともに危ない気はするので、うん。はい、ちょっと早く、そういうことはちゃんとしてほしいなって僕は思いますよ。うん。 レモンミカンさんどうもですえ。ロシア軍に関わっている選手は、え国際大会できんとかの話もあるみたい。あ、なるほど、それらしいですよ。ド、うん、ーピング問題、キーウのブチャ民間人え、大量虐殺、ウクライナの子どもたちの拉致、問題は山積みですね。うん、山積みなんですよね。ウクライナの子どもたちの拉致っていうのこれあるんですよね。 でちょっとびっくりはしますけど現実に起こってるっぽいですよね。うんど。どうするんですかねロシア軍に代わってる選手たちっていうのはこれは実際にやっぱいるんですかねなんかバレエとかね芸術の分野でもなんか戦争に行ったりっていう話は聞いていればいるんですけどもまああの何て言うんでしょうかね。まあ行かないと逮捕されるっていう話もあるんで、まあ、ちょっと難しいとは思うんですけどでも国民は結構今は戦争反対賛成とかってあるんで。 あると思うんですけども、うん、まあその情報とかもなんか本当かどうか怪しいし、で、ちょっとわかんないですよね。うん、えー。マイク・バーティラーさん、どうもです。えー、カム君、こんにちは。えー、新幹線のグランクラスはグレーン車のさらに上のクラスになります。えー、新幹線の、えー、車幅で、あのー、横3列しかないから、ゆったりさがわかると思います。飛行機のファーストクラス並みの座席で、ほぼ、 フル,ラフルラットにもできます。熟睡できますよ。でも、寝るのがもったいないですけどね。とおお、ありがとうございます。グランクラスっていうのはグリーン車のさらに上のクラスなんですね。うーん。寝れるということなんで、なんかいいですね。でも、結構お値段も高くなるとは思うんですけども。ね選手の皆さんはね、かなり疲れてますし、うーん。あのこの、ね、新幹線の中で短い休養かと思いますけどね、休んでいただければなと、ね、思いますよね。うん。 md さん、よろしくお願いします。シャマんのバッククロス好きの話をしてたら、えー、羽生くんの動画の片方もかなり変態フェイスの話になってますね。オタクは楽しい。うん,あなんか血管とか言い出してますよね。あの血管まで好きだったりとか、なんかねそういう,こう話も、ね、コメント入ってるんで、ちょっと後で紹介しますけど、結構フェ,フェチーな感じですね。うん y イム様、よろしくお願いします。横浜1日目のショくマのグレスピ、キレキレでした。お皆さんおっしゃいますね。キレキレ、動き良くなってきてですねで。特に最後のステップ、すごい頑張ってた。足の不調で、高難度ジャンプ飛ばない分、そっちを見てもらおうと、スターズ頑張ってて、どんどん良くなっている感じです。あの不規則なリズムに合わせて踊るなんて、ものすごいリズム感、野生味あふれる雰囲気といい、彼にしか滑れない曲かもと思ったりしています。本当ですよね。このグレスピに に関しては宇野選手にしか無理なのかなってちょっと感じます。うんあの本当それだけ野生心があるし、こう明るいだけじゃダメなんですよこのプログラムね、うん。明るいっていうかこう何野生心ですよね。そういう本当そういう感じがあるので、まあこれはねあのー、やっぱりこうね。 えー、レジェンズとかもやってますのでああいった動きなんかもやっぱりこうやってきてそこにさらにこうセクシーさも入ってこないとダメなんで宇野選手の体格じゃないとなかなか難しいかなっていう感じしますよね。うん マルディンさん、えー、よろしくお願いします。ワンピースの実写化をフィギュアスケートでやる。フィギュアスケートは世界に向けて最終的に発信されるであろうから、大正解と思う。えー、キャプテン翼は多くのサッカー選手を生み,生み出したね。一番有名なのは名詞でしょう。日本の、うん、ア,アニメ文化の世界への影響力はすごい、えー。特に日本のアニメは主人公が子供だから、世界中の子供たちへの影響力は、ただい、あ、 叩いたんでですす、うん、なるほどですね、うん、そして「セーラームーンは」は他のアニメとの違いは少女が主人公でえそれまでは少年男の子が生理をかざして悪と戦うのではなく女の子は戦います。え女性が社会に強い,強い あ強い、虐げられている国では女の子には望が持てますね。ただし、放映されればですが、メドベージャワのセーラームーンの大ファンは、えー、ロシアの国が男性主体の社会なんだろうと深読みしてしまいますということですね。なるほど。うん。でワンピースのファンは世界中にいるから少しでも男の子でフィギュアスケートのファンや、始めるきっかけにもなればいいなということですね。なるほど、面白いですね。あの、ONEPIECE、確かに。うん。 あのセーナー・ムーンっていうのは、ロシアでちょっと変更解釈をされちゃってるっていう感じですかね。うん。そういう見方もできるということで。まあ、あのだこれからね、あの本当にそういった意味では、えー、違った形でまあフィギュアスケートのファンを取り込むっていうのもね、あるのかもしれないですね、本当に。うん エミリーさん、えっ、ー、と、機械体操の皆さんと、えー、のお話が出たんで少し。私は体操で一番好きだったのは、アテネオリンピックの団体の鉄棒で、栄光の架け橋の実況で有名な、えー、新進の新絶命を決めた、えー、富田さん、富田さんですね。うん。あ、僕もめっちゃ好きですよ、この人。うん、この選手ね。うん。富田さんめっちゃかっこいいですよね。 うん、今、視聴者をされています。えー、彼は美しい、えー、体、体操で名を馳せ、えー、世界一にもなった選手ですが、その真骨頂の技が倒立、えー、体操競技のし、えー、基本中の基本ですが、それが世界一美しいと言われたんです。1回だけ生で見たんですが、それはそれは美しかったです。うん、あのねで そして今フィギュアスケートで私の好きな宇野昌磨くん。彼もフィギュアスケートの基本動作の一つであるバッククロスが世界一と言っても過言ではないですよね。ステファンも言っていたけど、全く揺れない上半身と低い重心で一気にトップスピードになる昌磨くんのバッククロスは本当に魅力的。なんか同じようなマニアックなスキーになる方もいるんだなと最近思っています。うん。宇野選手は本当バッククロスはね、個人的に世界一ですね。 うん、あのバッククロスのタッチそれから上下が全く動かないっていうのはこれはなかなか奇跡ですよ、うん、バターのようなスケートを醸し出せるそれからバッククロスこれバッククロスが多い少ないで結構スケーティングがうま,いすく,うまくないを判断するっていうのがあるんですけどもそんなことはなくてですねこのバッククロスっていうのは 結構難しくて、フィギュアスケートのスケーティングを美しさを評価する一つの,あの,あの部分でもあります。だから、クロスが少ない、多いっていうのは結構ありますけど、そんなことはなくて、このバッククロスの美しさっていうのは、スケートが美しいかどうかを決める部分でもあるので、宇野選手のバッククロスは本当に美しいですね。うん。これは、あの、特にあのバッククロスで、えー、やっぱその、なんていうんですか、氷のタッチがね、タッチが、なかなかこの、 努力だけじゃ無理なのかな、天才肌があるだだなっていうのは、これは思いますよね、やっぱ、ね、うん。で、それとあとあの、体、上半身の使い方も、えクロスの時はは本当素晴らしいんで、もう本当にこう、宇野選手に、宇野選手に引き込まれちゃうっていうかね、うん、宇野選手の中にえ、我々が入っちゃうんじゃないかなって思っちゃうぐらい、クロスの魅力っていうのは、もうずっと僕は感じましたよね、やっぱりね。うん やっちゃんちゃんさん、よろしくお願いします。えー、スターズ・オン・ワイス、横浜公明2日目、翔馬くん君、パダムパダム。今日はトリプルアクセル4回転トーも入れてきた。うん、4回転トー入ってきたんですね。すごいですね。顔がいくぞっていう顔になっていた。足の方はだいぶ良くなったのかな。すぐに国別もあるので、このまま順調に回復していってる。4回転トーも入ってる。国別も意識して,るんですやっぱしてるんですかね、やっぱね。うん。やっぱりすごいレベル上げてきてますね、あのショーの中でも。うん。